本日はむくみに効くツボと反射区をご紹介します。自分でも刺激がしやすい手足に限定してやっていきます。手の方からやっていきます。小指の爪の生え際の外側のところ、ここですね。ここが小択というツボになります。ここは腎機能を調整しますので、それで、水分が排出を促してむくみに効いてきます。そしてこっちは小小というツボですね。こちらは心臓の経絡、神経が走っておりまして、そして循環器系に作用してむくみの改善解消につながります。で、小小と小択を爪もみの要領でこのように挟んでマッサージしますね。つぼ押しをします。こうして小指を揉むことによってむくみの改善解消に役立ちます。次は小指の第一関節の真ん中、ここですね。ここは腎結というツボになります。腎結は泌尿器系の調整になりますね。もうこのようにして痛くないですか？はい、押しますね。こういう形で、ここは結構すぐに、さっきのこの両端もそうですけれども、小指のツボ押しということで、この先端を刺激するというふうに覚えておけば簡単で効果的にすぐむくみ対策ができますので、覚えておくといいと思いますね。このような感じで小指の爪の生え際、小々小択と第一関節の真ん中、腎結を押しますね。それから合谷ですね。こういうふうに骨がありますね。そしてこのぶつかったところ、このくぼみ部分が合谷、合わさる谷と書きますね。合谷というツボになります。この結構さまざまな痛みや不調の改善に効果がある万能ツボの一つですね。こういう感じで、押し揉みますね。刺激をします。こう指をこう当ててもいいですし、こっちからこうしてもいいですけれども、押し加減どうでしょうかね。あ、最高です。はい、頭痛の時、吐いたの時などにも効果があります。むくみにも効果があるツボです。このようにして、押してください。ここはとっても場所が分かりやすい、取りやすいので、響く感じも強いので、どなたでも、すぐに分かって押しやすいと思います。反対の手も行いましょう。で、同じ要領で、この親指側のこの骨と人差し指側の骨と、この合わさったところ、ぶつかったところが合谷ですね。ここです。このくぼみにな部分ですね。ここに手を当てて合谷を刺激します。合谷はさまざまな痛みにもむくみにも効いてくれる万能ツボです。こういう感じでギューッと押して、で、ツボを押すときは息をはーっと吐いて、そしてふーっと抜くと、スーッと入れていってはーっと吐いて、息を吸う、はーっと吐きながら押すというように3回ほど繰り返すと、効果的にツボを刺激できます。はい、ではセルフマッサージとしてはどのようにやるかを実際にやっていただきます。では小指側、こういう形ですね。こう両方の爪の付け根をこういう形で押し揉む、ちょっとこうクリクリとすると、こういう感じですね。そうですね、これ響く感じで、ちょうど強さは痛気持ちいいぐらい、あるいは気持ちいいぐらいというのを目安に、こう少し場所変えたり角度変えながら自分のいいところを、選んで、息吐きながら、で、あんまりこう指先に力を入れるっていうよりかは、こうは挟む感じでやっちゃうといいの方が、指先でグッてやるのって結構指が疲れちゃうので、
この親指とこの辺の、うん、つまむような感じでキュッとやるようにすると割と押しやすいですかね、うん、はい、どうでしょうか。あ、いいですね、はい、そうですね、うん、でこういう感じで簡単に、あとこの真ん中ですね、さっき言った腎結の方ですね、はい、ここもまあここでこことここで挟むようにしてこんな感じで適当に、はい、ここもまあちょっと気持ちいいぐらいの感じで、うん、あの押し揉んだりとかぐーっと刺激するぎゅーっていう感じですね、はい、うん、簡単ですね、はい、はい、であと合谷ですけれども、合谷の場合はこういう風に指を入れてぐーっとこう、そうですね、こういうふうになんか返す力で押すようにすると、うん、指先の力じゃなくてグッと入っていく感じになりますね、はい、手を返すような感じ、そうですね、入ってますよね、はい、はい、あるいは ここでこういうふうにあのグッとここに、うん、あこの指中指とかあたりからグッと挟んで、そうそうそうですね、ギュッて押し込むようにちょっとすると押せますね、はい、それが合谷の押し方ですね。まあもうこういうふうにやってもいいですし、こう当ててこうしてグッと挟む、はい、こっち小指側を上にして、そうですね、ここに当ててグッとこう握り込むような、うん、まあこうどのやり方でも場所と感覚がつかめれば自分で多少こうやりやすいように、一番自分が押しやすい角度とか感じが気持ちのいい、やりやすいというところで、調整していただければいいと思います。小指の方と、まあ、さっき言ったようなことでは小卓、小小、腎結、合谷になりますね。その辺を、まあ、適当に、こうあとつぼ押し、小指のつぼ押しはこういうふうになんかちょっと回しながらやるのもいいですね、はい、そういう感じで刺激してむくみ対策として行ってみてください。はい、では続けて足のつぼと反射区を、むくみに効くツボと反射区をご紹介します。まずは有線というツボからご紹介しますね。この膨らみ部分ですね、こういうふうに膨らみがありますね、その真ん中ですね、ここに有線というツボがあります。ここをこういうふうにグッと押すとどうですか。はい、はい、まあよくツボで有名な言い方で押せば命の泉湧くというふうに聞いたことがある方もいると思うんですけれども、その湧く泉有線ですね、この足の有名なツボです。ここは元気が出るツボとして有名ですけれども、むくみを取る効果も高いツボになります。それから今度は反射区ですね、このちょっと下にですね、このあたりですね、これが腎臓、このあたり一帯がそうなんですけれども、腎臓の反射区ですね、こういう感じでしごいたりしますけれども、これちょっと痛いですけれども、腎臓に当たる場所になっていますので、水分調整、むくみが気になる方は、押しておきたい場所ですね。ここは、反射区、むくみに効く反射区で腎臓のゾーンです。この腎臓のゾーンは特に顔のむくみが気になる方におすすめです。次にの足のほぼ真ん中ですね、この腎臓ゾーンより下、今度はここが側心というツボになります。ここも有線とともに腎機能の働きを高めて、水分調整
むくみに効くツボです。排泄力を出しますね。こうされた感じはどうですか？わー、すごく効くって感じ。効くって感じ。硬いですね。はい、はい。足の真ん中、結構凝ってるとこですので、皆さんここを押すと気持ちがいい方多いと思います。はい、では優先腎臓ゾーン促進ですね。それから、今度は反対の足を行いますね。今右足でしたけれども、左足やっていきます。はい、同じようにこの足の膨らみですねの部分から真ん中のところ、ここが優先ですね。優先、こういうふうにちょっとこう指先丸めるようにして押すとしっかり入れることができます。どうですか？グッと。気持ちいいです。はい、そしてその下ですね、この辺り、これが腎臓ですね。顔のむくみに特に効果的な、反射区になりますね。ちなみに言うと、この腎臓から輸尿管、膀胱というふうにつながってくるわけですけれども、まあ、今回ここでは、腎臓のところを、集中して押します。あるいはこうクリームつけてこういうふうにしごくのもいいですね。はい、そしてその下ですね、今度この真ん中ですね、かかとまで入れたところ、この足の真ん中、ちょうど真ん中ぐらいのところ、促進というツボですけれども、ここもグッと押します。このツボも優先とともに、排泄力を高める、腎機能を調整する、むくみに効く水分調整のツボになります。こういう感じでこう側に支えてを作ってグッと押し込むようにすると、しっかりとツボに届かせることができます。はい、次は左足のみにある心臓の反射区です。心臓の反射区はこんな感じですね。この、腎臓の反射区よりも上、左足のこの小指寄りの方ですね、ここに心臓の反射区があります。でこれは、まあ、今こうして揉んでますけれども、まあ、血行を良くして循環を良くする、それによってむくみを改善するという効果がありますね。こうクリームがあればこうクリームつけてこうしごくように行うのもいいでしょう。ここは心臓の反射区です。心臓の反射区は左足にしかありません。じゃあセルフで行う場合の解説を行います。この足の上部の膨らみの真ん中部分にあるツボが優先ですね。優先は自分で押す場合、こうやって指を絡ませて、でここに押し込むっていう風にするとやりやすいかもしれないですね。何しろやっぱりツボを押すときは固定を良くすることが大事ですね。しっかりと支えを作って動かないようにしてギュッと押す、でから体重を乗せて押す、こういうふうにすると余計な力がいりませんし、ツボがずれることがないので効果的に楽に押すことができますね。グッと体重をかけて、上からのしかかるようにして押してください。これが優先のツボですね。それから優先の下にある腎臓の反射区ですね。まあ、大きさはちょっとまちまちだったりするんですけれども、この辺りだと思ってください。それでさっき何もつけませんでしたけれども、ちょっとオイル使いますね。でこういう感じでしごいて行いますね。腎臓の働きを高めて排出を良くしてむくみを取っていきます。はい、
それとオイルの上からになってしまいますけれども、この真ん中あたりですね、ちょうど足の真ん中、ここが側身というツボになって、側身も湯煎同様に、水分調整、排泄力アップ、むくみの改善につながりますので、ここもぐーっと押しましょう。この一つだけよりも2つ3つと相乗効果でツボの効果が高まりますので、いくつか関係があるツボを一緒に押しておくと、より効果を感じることができると思います。ここもギューッとむくみが気になる方は押してみてください。はい、そして、今右足でしたけれども、左足ですね、左足も同じようにこのハの字の膨らみの下にある湯煎ですね、それからの真ん中にある側身ですね、この2点が足のツボですね。こういうふうに、先ほどの要領でいけば指の方に手を絡ませてしっかりと固定をして、そして体重をかけて押します。でこちらもちょっと手こういうふうにしてそのままぐーっと押すと、効果的に楽に押すことができると思います。ぎゅーっと上から体重をかけて押してください。そして腎臓の反射区ですね、湯煎より下でほぼ真ん中のところにありますね。でオイル使ってこうやって、しごくように、ちょっとですね、しっかりとグッと入れ込んでからグッと上に押し上げるようにすると、しっかりと効かすことができます。大概の方はこれ痛いんで、少し痛すぎないように気をつけて押してください。それから左足だけにある心臓の反射区ですね、小指寄りの方にありますので、ここをこういう形で心臓の反射区ですね、私はやり慣れてるので関節使ってやってますけれども、こうやって手で指でやっても構いません。この辺りが心臓の反射区ということで、血行が悪いなっていう方は、血液循環を良くするためにここも揉んでください。